セルビア王国は現在のセルビアを中心とした中世の王国。南スラブの一派であるセルビア人は7世紀初め頃にバルカン西部に南下し、9世紀後半には東ローマ帝国の影響下で正教会を受け入れた。セルビア人は長く重バと呼ばれる部族共同体に分立していたが、12世紀後半に東ローマ帝国の衰退に乗じて、 ステファン・ネマニャが1168年に諸部族を統一してセルビア公となる。その後、拡大した勢力を背景として1171年には国王として即位し、ネマニッチ朝を開いた。なお、子祖の名前はネマニャであるが、第二世代以降は指称号愛をつけてネマニッチとするので王朝の名前もネマニッチ朝となる。 第2代のステファン・ネマニッチは1217年にローマ教皇ホノリウス3世から王冠を授与されて王国としての地位を国際的に認めさせ実質的なセルビア王国の建国者となった。ステファン・ネマニッチの死後、セルビアは内紛が続き発展の機会を逸したが、ステファン・ウロシュ2世、ミルティンの時代には安定を取り戻すと東ローマ帝国や 第二次ブルガリア帝国と対立、構想を繰り広げつつ、次第に領土を南に拡大していく。14世紀前半に登場したオーステファン・ウロシュ3世、デチャンスキは1330年、ベルブジュドの戦いにおいて、ブルガリアの大軍を貨幣で撃破し、ブルガリアに代わって、バルカン半島の名手の座についた。続いて登場したエーシステファン・ウロシュ4世イドシャンは、 東ローマ帝国の内乱に乗じて、マケドニア、テッサリア、イッピロス及びアルバニアを征服して、セルビア王国の最大領土を築き、1346年には、マケドニアのスコピエにおいて、セルビア人とローマ人の皇帝と称して、東ローマ帝国の征服を起とした。1349年には、ドゥシャン法典を発布して、国家の基本法を完成させ、 セルビア帝国の最盛期を築き上げたのである。しかし1355年、ルシャンは東ローマ帝国征服の遠征に乗り出した直後の陣中で病のために休止してしまった。ルシャンの死後、セルビア帝国は急速に衰退する。拡大した広大な帝国の各地で諸公が自立していく中、ルシャンの息子ステファン・ウロシュ5世は単独で行為を維持しきれず、 ムルニャブチェビチ家の部下信との共同支配を余儀なくされる。部下信はバルカン半島に上陸してきたオスマン帝国を迎え撃ったが1371年のマリザカ藩の海戦で敗し、同じ年にウロシュ5世も死去し、ネマニッチアサはここに断絶した。その後、諸公の軍有拡挙の状況の中でラザル・フレベラノビチが最有力の君主として主導的立場を固めていく。 この頃、セルビアは、オスマン帝国のスルタン村と一世への侵攻に悩まされていた。ラザルは、セルビアの独立を守るため、1389年に、村と一世率いるオスマン軍とコソボで戦ったが、大敗して捕虜となってしまう。その直後、村と一世が、セルビア人貴族ミロシュオビリジによって暗殺されたため、その報復としてラザルも処刑されてしまった。 ラザールの死後、その息子ステファン・ラザレビチは、父の後を継ぎ、公としてオスマン帝国に侵入し、実質的にその帝国の属国、セルビア公国としての歴史を歩むことになった。ラザレビチ及びその追いにあたるジュラジ・ブランコビチは、ドナウカ藩のスメデレボを拠点とし、南のオスマン帝国、北のハンガリー王国との間で巧みな外交政策によって、名脈を保った。 ジュラジの死後は、政変が、相次ぎ、オスマン帝国はそれに上ずる形でセルビアを徐々に、併合していった。1459年6月、スメデレボは、オスマン軍によって占領され、ここに、中世のセルビア国家は滅びたのである。君主号、大ジュパン王皇帝自称セルビア王君主号、高校、ありがとうございます。